初めて僕が自転車の選手になろうと思ったのがツールドフランスを見て、日本でテレビで見て、あ、彼らのようにツールドフランスを走りたい、それが僕の夢になり、そしてやっぱりヨーロッパに行かなければいけないと感じたことが僕がヨーロッパに来た理由の大きな一つです。選手はまあ多くのことを犠牲にして選手であるんですけれども、外国人がヨーロッパでやるということはやはり家族と離れなければいけないし、新しいカルチャーを受け入れなければいけないし、そういったことを受け入れて初めてヨーロッパで生きるというか根付く、そして走る、結果を出すということにつながってくるんだと思ってます。アタックすることはすごく好きです。本当にアグレッシブなポイントだし、レースを動かしているという実感がある一瞬だと思います。チームから出たオーダーは全て自分の仕事として責任を持って遂行します。